はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イースイート、では続きをやっていきたいと思います。王家の谷の、これは墓の中になるのかな、進んでいきましょう。お、遠距離攻撃をしてくる敵がいる。やっぱりいるんじゃねえか。やり過ごせなくはないが、厄介だな。あ、そうか、こいつだ。うわ、虫虫が降ってきた。あれか、倒せないんだ。海賊船だったっけ、なんか倒せないやつがいたよね、復活してくるやつ。ただいろいろちょっと見て回りたいんで、これはなんだ、倒す。あー、道が開けたか。ちょっと待って、ちょっと待って、こっちも行けるんだよね。行けるっていうか、こっちは行けないのか。じゃあこっちから行くか。いた、いた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 、ひどい。ちょっと寝ててもらおう。一回ダウンはするんでね、倒せないまでも。で、ここに通報があって、なんか木が落っこってったけど取れたか。さて、ここには何にもない。宝箱は地図的に見えるね。これはなんだ、固定放題か。よし、あれ、うわ、固定放題も復活するの、マジか。離礁石、おお、怖い怖い怖い。これは、ちょっと待って待って待って、どっちもいけるね。虫を倒すと、この虫気持ち悪いな。敵がいっぱいいる。おお、固定放題がいっぱいあるのか。ちょっと待って、一回目に来てもらおう。こいつらには宝箱があるから、これを取って逃げよう。すぐに回収機、赤き指南書塔みたいな。うおお、すげえすげえ、弾幕がすげえ。痛い、痛くはない、当たってない。逃げろ逃げろ逃げろ。でこっちに進んでいきますか。で虫は大丈夫だよね。虫は倒せる。どっちだって言っても、こっちは箱だけか。またあれは固定放題かな、ま、一瞬だけでもちょっと入れててもらおう。で、こっち行ってみる。扉があるけど行けない。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。気になるところは気になるんだよね。こっちに一回行ってみますか。で、左に宝箱が見えるね。離礁石で、こっちに行くとまた下に降りるか。ちょっと下に降りる前にこっちの方も見てみましょうと。ちょっとこいつらは鹿として、わからん、マジでわからん。どっちへ行けばいいんだ。この固定放題、痛い。49とはいえ2発食らうと100近いダメージを食らうからな。まあいいか、ちょっとこっちへ行くか。進んでみましょう。お、竜輪手に入れてる、いつの間にか。アドルのレベルが上がった。ここから上に行くか。今自分がどこにいるんだかさっぱりわからん。
ん、また敵が出てきてるね。痛い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 、ひどい。え、どこだ。あ、ここあれか、最初に来たところだね。でこれをガチャッとやるとショートカットができましたと。ショートカットができまして、やばい、いつの間にか結構減ってる。ショートカットができてこっちに行けばいいのかな。でまあ進んでいくか。虫、で、またこいつらか。ちょっとこいつらもしかしを完全に逃げてこう。逃げろー。うわー、弾幕が追いかけてくる。宝箱、あれは取りたい。離礁石、離礁石がわりかし手に入るね。でこっちの方か。うわ、また投擲くんがいるけど、一瞬だけでもまた見せてもらうか。虫がワンサ入るね。でとりあえず進んでいくか。こっちの方に来て橋をかけて、向こうにちょっと宝箱が見える。マップ上だけど実際には宝箱は見えないけど、宝箱を取ってずらかろう。火消し薬、おお、いた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 。あれで火がつくんだな、きっと。逃げろ逃げろ、また向こうでも燃えている。こいつか、あいた。150って結構食らうね。あー、宝箱が見える。あ、これは水晶石で、ちょっと待て。下か。しかもさ、これさ、柱の上に置いてあってなんかいいものが入ってるっぽいね。でもちょっと先へ進んでいこう。落ちてまたやり直しっていうのも嫌だしな。あ、これなんかボス戦っぽいな。この広場でボスと戦わないか、こっちの広場で戦うのかな。いや、これはあれだな、宝箱を取った帰りにボスと戦うっていう。これなんだ、城魂の鈴。絶対読み方違うけど、これは鎮魂の儀で使うリフォーム。おお、不浄な魂を浄化することができる。不死者であっても倒すことができる。よしよし、これで始末できるようになるか。この墓は下へ向けて広がっている。さらに下層へ向かう道がないか探してみると。ほいほい、わかりました。これは浄魂の鈴かな。そうすると不死者を浄化できるリフォーグ、何度も蘇る不死者にとどめをさせるようになる。じゃあこれは装備しないといけないよね。冒険具、今のところ浮き輪とかいらないからな。これにしよう。でこれであれか、死者たちの魂を浄化できるはずだよ。よっしゃ、どうか安らかに眠ってくれ。帰りにボス戦だね。そうするとここだな。あー、やっぱりね。なんだこいつは、パワータイプの敵っぽいな。ドクサグリエル、よみがえりし栄光の騎士。おお、なんだ。ええ、なんか強そうなの放ってきたけどよくわからん。で、まあ、まずいきなり使おう。これ必殺技たまるからね。ちょっと横向きだったけど。まあいいか、今のうちに皆さん攻撃をしてください。で、あとはまあこうなんだ、なんだ、なんだ、
真ん中がなんか弱点っぽいけどな。あの変な炎が出てピッて吹かせた。おっダウンする、ダウンしたね。今がチャンス、ボコセボコセ、あっ殴りじゃい。いいねいいねいいね、ひどいな。たまった、あれまだたまってない。これの方を打ち終わったら必殺技、もう3分の1くらい。この必殺技が決まって、かわいそうだな、こうやって見ると。今回は全然強くないね。あと少し、よしレベルアップみんな。特にコメントはなし、進んでいきましょう。じゃあそうすると先へ進める道か、ちょっと回復してこれも取りたいね。取れるかな。どうも、危ねえ危ねえ危ねえ。エンマの守護石、すげえとこに立ってんな。ダーナちゃんみんな下に落ちてるけどね。でどこへ行けばいいんだ。こいつも倒せるってことだよね。よしよしよし、これはかなりでかいな。どこだ、ちょっと待ってね。これ一番最初のところに戻るんだよね。これ最初だよね、入り口だと思う。でまた最初から見て回るか。こっちに来て殲滅していこう、どん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 殲滅していこう。もうこれはこれを破壊してちょっと回復しよう、 SP を。でそこからこう来て、あ、それかなんか下に行ける道とかあったっけ。おお食らった、3発食らうと殺されるか。多分前段被弾したんだな。でこっちで右はもう関係ないから、また強くなったぜ。でこっちも意味ない。でここか、なんか赤い道だったね、そういえば。よし倒せるね、 OKOKOK。 で、あ、そうこの下とかね、この扉とかいけんのか。いけないから、あ、これで下に降りていけばいいのかな。下へって言ってたからね。うおー強そうなのがいるね。ちょっとうわいるね、なんだ。ボースガルド、あ、押せ、取り寄せ、ちょっとこれは回避をして、いて吹っ飛ばされて、横に投げ払うやつがかわせないか。これで終わりだ。よーし強い。おお、なん強酸進から駅、なんだ、動けない。おこれはもしかして全員倒す系。おお多分そうだな。じゃあさっきの鹿としたやつも倒さないといけないのか。ただ宝箱を取りたい、宝箱をゲットしたい。忍者の妙薬、あとこいつか。もうちょっとこれだと使えるときに使う。何回攻撃なんだ。10回くらいだよね多分。あ、でもこの
ホールは結構強いね。単価が高い。しかも2つゲットした。なんかレアそうなの。これもう1回見ればいいんだけど、あと何個ですみたいなのが分かんのかな。123で、ここに火がついたからあと2つ。これに火がつけばさっきの扉が開くのかな多分。じゃあ見つけ次第排除していきますか。こっちは上に登るからこいつだね。ほら、はい、強引に行くぜ。あ、多分これ炎入ってくるのか。必殺技を使うのはちょっともったいないな。ただ結構減ってんね俺の仕事が。もう少しで倒せる。おお、今度は聖将校みたいな、またレアのアイテムを手に入れた。これであと1個、一番下の。ヒュンメルがレベルアップ。宝箱をゲットしよう。竜珠の効果、あそこに一体見えるね。ちょっとサクッといくか。これリクッタとかさ、ラクシャ攻撃してるけどなんかダメージ入ってんのかね。ちゃんと入ってるよね。あとはもう強引に行こう。お、待ってる、ビヨってんのか。これ入ると楽だね、本当に早い。よいっぱいあるいっぱいある。ちょっと、あー待って、あのアイテム消えた消えた。もしやマジか、すげえショックだな。結構いいアイテム持ってんのにね、こいつ。これで全部火がついたね。アイテム復活してくれ、頼むあー、やっぱり扉が開くね。扉が開くのもいいんだけどアイテムが欲しいんですよ、アイテムが。アイテムがなくなってる悲しいな。じゃあ上に登って、あれ上ってこっちでいいの。あ、ここが開いたんだね。で、またこれは下に階段が向かってるけど、こっちにもなんかジャンプしていけそうだよね。向こうに宝箱？え、どういう状況ですか？ちょっと痛いで、もうこういう狭いところの攻撃は確かに有効だな。逃げ場がないからね。で、こいつはちょっと敵じゃない倒す。え、ない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 、まあいいや。で、これもじゃあ倒すか。あれ、宝箱は下とかにあるのかななんかボムが降ってきてんだけど。うん、どこにあるんだ。怖い怖い怖い。え、ちょっと待って、ちょっと待って、もう邪魔だな。殺してるやつは殺してこう。また虫が降ってくるね。
ちではない。あれこれどこ、もう一個上があるのか。でここから入ってきたでしょ。ちょっともう一回よく見よう。はいはいはい、ここに壺があります。でこっちはいけないよね。向きをもうちょっと変えるってことか。あ、さらに上があるね。ただでも上はいけないよね、今のままだと。上に宝箱があるのか、きっと。倒す、あ、倒せる倒せる。で向かい合わせにすればいいのか、きっと。あー、危ねえ危ねえ危ねえ、落ちるとこだった。どう、え、違う、この向きに合わせるってことか。こっちにする。でこいつもじゃ正面を向かせよう。あれ全然正面向いてないこいつ。おお、で開きましたと。あれどんどん下に行ってるけどな。多分やはり象の向きが鍵だったようですね。うん、この調子で進もう。いや、 やはりって言われてもな、なんか上から弾幕が降ってくんだけど。でまた象のあれがあるのか、今度はあれに合わせるってことね。なるほど、とりあえず邪魔者は排除しておこう。でここはどういう地形だ。向きを見ておこう。これが向かい合わせか。意外に見づらいからね、3回回さないといけないかな。で、こいつも向かい合わせと。落車、落ちるぞ。あ、落ちない、開ききらなかったか。で宝箱がやっぱねすげえ気になるんだよね。あ、ここに1個あるね、完熟マンゴー。でまあいっか、下に降りていきますかと。ゴリ寄せゴリ寄せ、宝箱ですねって言われてもちょっとどこにあるのかわからん。でこれはここにね、横向きの人たち、こっちから宝箱取れるか。そうすると、あれ宝箱ない。取れないね、高低差がわからないからね。これは外向きと。でこいつも外向きにしましょう。もう一回かな。落っこった、落車。滑稽だな。ピューって落っこってった。落車にちょっとかわいそうだけど、ちょっと面白かったな。まあでもね、落車もね分かっててさ、あそこに突っ立ってんのが悪いよね。っていうか、あ、これあっち行けんね。ちょっとそれは取りに行こう。めんどくさいけど一回上がってこのまま逆サイド、あ、逆サイドに出れねえし。え、マジ、あっち側から行かないといけない。逆サイド出れなくね、もう出れない。そんなバカな、一回扉を閉めないといけないとか言い出したらちょっとめんどくさいです。それはさすがに嫌だ。ゴリ押しだからな。で先へ進みますか。ちょっと宝箱取りたかったけどな。でまだ続く、まだ続きそうだね。下にも降りられるし、上にも宝箱あるし。トロフィー、スキルフィニッシャー、を破壊して。虫が邪魔すぎる。
で固定包帯か、引っ張るね、返していこう。でどっちだ、ほんと広いなここ。なんでこんなさ複雑なさ墓みたいなの作ったんだよ。これ作る方も大変だろう、墓を。墓荒らしに合わないように複雑にしたのかな。現に俺たち荒らしてるからね。その分敵もいっぱいいる。またこの細いところ、これ超むずいんだけど。この細いところ渡るの、前方にさ、しかも固定砲台があるからさ、結構早いん、ああ怖い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 。待って、これ無理でしょ。届かないとはいえ、一体届いた。とう、ジャンプするのが一番いいな。ジャンプした方が制御できる。で、で、ああ、それでこれをどうにかしろと。これどっち向きだ？こっち向き？おお、火が灯った。ああ、で、全ての向きをどうのこうのっていう感じなんだろうな。向こうにも宝箱があるね。これはちょっとゆっくり行こう、ゆっくり。あ、待って、一歩でさ結構進むからね。あははは、しまった、待って、ジャンプ、うおお、宝箱取れるかなって思ったら攻撃しちゃった。もう先へ進むか、しょうがない。こっちもまたあの的漁師かみたいなやつを動かさないといけないかな。固定砲台、よーし。でまた上に上がって、固定砲台じゃなくてこいつは使い込むんですか。で固定砲台から使い込む、なるべく巻き込みたいね、倒すときは。うおー、また難しそうな。敵さえいなければただなんとかなる。このちびちび戦法、ちびちび走行、邪魔だお前ら。落ちてった。オッケー。あれ、それでどうすんの。あ、こっちか。これは下に降りて大丈夫だね。あんまり激しい戦闘してるとさ下に落ちるからね。これで、あー、まだあと1個火を灯すところがあるね。これどこだ、今のところどこを灯したんだ。あとあっち、こっち側から向こう側に行けるか。いや4つある、もしかして。いや4つあるね。あと逆サイか、向こう側にも見えるね。これもまた細いとこだな。どうやっていく、ダッシュする、どうだ、いけた。あ、またこれをやっていかないといけないのか、このちびちび走行。怖い、邪魔をするな。でさらに上か、で、ちょっと待って、邪魔、こいつマジ邪魔。いやこれだって食らうでしょ、宝箱か。でもどうやっていく、食らったらさ下に落とされない。ちょっと行ってみる、このままちびちび走行みたい。しょうがない、正面で食らう分には大丈夫だ。え、だいクソこの野郎、だいぶ体力を減らされてしまった。しかし
対応のタイスマン。だいぶ宝箱取ってないね。これはだってあっちでしょ。このままジャンピングできるか。でここか。回せ回せ。これで4つ火がついたね。おお、水晶石が見える。ということはこの先がボスかな。どっちだ宝箱とかいろいろ取りたいけどな。見渡す限りはちょっとわからんな。あの上とかかな。高低差がすごいあるねこれ。でおらおら、うわ、2段ジャンプができなかった。どっから来たんだっけこれ。こっちにも行けるっちゃ行ける。ちょっと待って、敵がいる。でちょっと見渡しながら行こう。もう分からんわ。こっちはここに出るのか。で多分あの真ん中のところに行きたいんだよね。一回逆サイに渡ろう。でこの細いところか。これ多分2段ジャンプすれば向こうに届くはずギリギリだったな。でいけるか本当にこの行き方でいいのかっていう感じはするけど、よし、一息ついてボス戦に行きましょう。うわ、絶対これは強そうだ。何これ、しかも落ちんの下に。あれさっきもうちょっと進んでた気がするんだけどな。おお、出てきた。げー、なんだこいつバシレウス、呪われし常闇の暴君。真ん中まで行けってこと。これ何、どうやって行くの。行ける、行けないよ。待って、まずこいつらを排除する。バレスドラミ、どこにいる。あとあっちか。倒せるやつはじゃあ倒せるか。すげえいっぱいいるね。なるほど、ちょっと面倒くさい系だなこれは。あと2、3つくらいいる。倒せなかった。これは普通の攻撃の方が良さそうだな。あー、でもそんなあれでもないか。あとあっち、これ全員倒したんじゃん。ガシャンコ、よしよしよし、急げ急げー。うわー、なるべくこっちのやつを倒した方が良かったね。当たる？もう撃ってこう。しまった、龍気使って攻撃した方が良かったかな。まあいいや。でもうアイテムの全然食ってなかったんですけど、攻撃力が上がるやつ、真心ボロネーゼ、SP 自動回復大とかすげえな。あ、ない。まあいいや、マゴポロポロネーズ食おう。まだまだいけるよ。ほら、すげえ、マジすげえ。これは攻めろ。ゴリ寄せゴリ寄せ、マジですげえ。もうわけわかんない、敵が見えないけど、なんか知んないけど当たってる。
このターンでぶち殺したい。よっしゃ、超強えんだけど。龍騎すげえわ。いや噂には聞いてたけどさ、粘石を手に入れた。よしよしよし、ここまでの火力が出るとは。でこれは逆サイに行けばいいのかな。いやーこれでも使うとわりかしぬるゲーになりそうだけど、ナイトメアとかのね高難易度になるとそうもいかないんだろうな。でここに水晶石があって、まだ続く。めちゃ広そうなんだけど、何か変。他の場所と比べると異質。素材が違うのか。あそこに倒れているのは橋か。ん？大丈夫か？気遣おう。ダーナちゃんを。来たことがあるかも。じゃあ先へ進んでいくか。こっち側とか特に行ける感じではないよね。落ちれんのかな。まあいいわ、とりあえず奥へ行こう。ん、イベントが起こるかな。一体どうやら古い壁画のようだな。描かれているのは始まりの大樹でしょうか。でもこれは、うん、まるで大樹が地上を滅ぼしているように見えるな。どういうことでしょう。大樹はエタニア王国に繁栄をもたらしたはずでは。ダーナネ、あれ見る。あれはバッハの塔にあったモノリスと同じものだね。何者だ。待っていたぞ。やはりここを訪れたか。あなたはそんな。今どこから現れやがった。どうやら転移してきたようだが。あいつダーナ姉の記憶に出てきた。ローブの人物、どういうことです。大昔の方ではなかったのですか。久しぶりだな、ダーナ・イクルシア。記憶の方はまだ完全に戻っていないようだな。ならばそこの壁画を見て驚いたであろう。大樹信仰はあるエタニア人どもが作り上げた絵空ごとに過ぎんのだからな。
エソラごと。大樹がもたらす大いなる進化とは、種を成長させることではない。外的環境の変化に対する適応者を選択し、不適応者を淘汰する原理なのだ。どういうことだ。壁画にあるよう、大樹は一定周期で地上に天変地異を引き起こす。それに適応して生き残った者に加護を与え、生き残れなかった者は淘汰する。選択と淘汰による生命の選別、それこそが大樹本来の役割なのだ。そんなためにそのようなことを。この地上を保っていくために必要なことだからだ。そしてこれに伴う淘汰のことを我々はラクリモサと呼んでいる。エタニア滅亡もラクリモサの一つに過ぎず、回避できるものではなかったのだ。何を馬鹿げたことを。その話が本当だとして、あなたは何者でどうしてここに。我らを拒否したお前がどう行動するか見届けさせてもらおうと思ってな。拒否？私があなたたちを。今日のところはほんの挨拶代わりといったところか。この後お前がどこまで抗えるものか楽しみにしておくとしよう。待って、まだ話が。消えたか。大樹がエタニアを滅ぼしたなんてさすがに嘘だよな。嘘だと言える根拠はこちらにもないかもしれません。とにかく私たちにはわからないことが多すぎます。そうだね、状況を一度整理した方がいいかな。だなね。大丈夫、心配しないで。アドルさん、とにかく一度墓所から出よう。いつでも行けるよ。え、これこのまま出るの？ワープとか。どこへ向かえばいいのかわからないけど、多分外へ向かってる間にまたイベントが起きるかな。なんか燃えてるね。これはあれか、過去へ行けるやつだっけ。いや、そういうわけではないか。え、出ようってワープしていいの？いや、ワープしていいんだったらワープするよ。帰ればいいのかな、いつものところに。いいやん、帰っちゃおう。おお、勝手に外に出た。よかったよかった。アドル発見。アドル発見。よくここまで飛んでくるよな、こいつも。パロじゃねえか。一体何だってんだ。古代種たくさん、漂流村大ピンチ。古代種たくさん。種が。いつものことといえばいつものことだが。アドル、気のせいかもしれませんが、古代種たちの様子がいつもと違う気がしませんか。
気のせいじゃないかそうかもしれないって言っても全然わからんけどな。なんだか胸騒ぎがします。とにかく漂流村心配。そうだね、急いで戻ろうか。第5部大樹の巫女巻。っていうかあの木がさ、隕石とか降らせる力があるんだね。一体何者なんですかって知らんわ。アクセスできたからね、モノリスに。てかそんなことよりさ、漂流村大ピンチじゃないのこんな。ああ、そうだ、大ピンチなんだよ。なあ、悠長に話してる場合じゃない。第6部絶海のラクリモサ。というところで、じゃあ第5部が終了して6部が始まりましたので、今回はこれで終了したいと思います。次回は追撃戦になりますね、そこからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。